インタビュアーの福留光葉です。では早速藤江玲奈さんにインタビューさせていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。ファッションショー歩いてみていかがでしたか？そうですね、この普段そこまで数多くランウェイを歩くことってないので、やはりね、皆さんの前でこう温かい声もいただきながら歩くっていうのは緊張するけど、やっぱ楽しいですね。私ファッションショー歩いたことないんで、もうめっちゃかっこいいなと思って見てました。嬉しい。でも服装もすごい綺麗めで、こうポイントとかはあったりしますか？今回は、ブルーの、ロング丈の、ウエストマークが高めのレース調のちょっと透け感があるようなドレスなんですけど、やっぱこのウエストマークがこのね、もう高めの位置にあるんで、すごくスタイルよく見えるドレスになってて気に入ってます。いや、すっごい素敵です。本当にすごい素敵。結構ファッションとかはお好きですか？そうですね、ずっと好きで、アイドルやってた時はもう毎日私服をアップするっていう風に、SNS でもやってたりとか、ファッションはやっぱずっと好きですね。じゃあぜひこの秋冬おすすめのファッションを教えてください。帽子がすごく大好きで、普段ベレー帽が好きなんですけど、秋服になると結構ね、活躍できるので、ちょっといっぱい被ろうかなと思ってます。じゃあ私もいっぱい買います。買いましょう。被りましょう。はい、では会場が横浜ということで、横浜のおすすめのグルメとかスポットとかはありますか？あんま来ないですか？でも やっぱ中華街も近いし、あとここの大桟橋ホールは、私今年も実は来たことがあって。あ、そうだったんですね。そう、というのもダーツの大会をここでやってたんですけど、それに出たことがあって、それ以来のこの会場だったので、なんかいつもと前回とはまた空気が違った感じのホールになってて。ダーツお好きなんですか？めちゃくちゃ大好きです。私はマイダーツ持ってるんで。嘘。お話ししましょう。一緒にやりましょう。下手くそなんですけど、めちゃくちゃ。私もめっちゃ下手。ぜひ後で教えてください、詳しく。話しましょう。お願いします。じゃあもうダーツだったり、今後はどんな感じの目標があったりするんですか？そうですね、目標、私競馬とか、あとボートレースとか、そういうのがすごく大好きなんですけど、万馬券を取りたい。私です、ほぼ。私ボートレースめっちゃ好きで。ボードレース、ダーツ大好きで、マージャンとかも好きなんですけど。なるほどね。いや、仲良くしてください。ちょっと本当に近くに感じる。嬉しい。お友達になってください。ぜひなりましょう。大先輩ですけど。嬉しい。で、本当に後で詳しく、じゃあもう締めます、ここは。この後連絡先交換して。嬉しい。じゃあ最後に見てくださった方に何か一言あれば。はい、今回のランウェイだけじゃなくて、審査員という形でも、その役を果たさせていただいてるんですけど、なんて言うんだろう、すごくね、初心に戻ったような気持ちに私もなれるので、すごくなんかありがたい機会をいただいてるなと思いながら、皆さんのステージも見させてもらってます。引き続き、2部3部とあるので、楽しみたいなと思ってます。ありがとうございます。以上、藤江玲奈さんでした。ありがとうございました。